頑張れキング。スノードを見上げるから付き合ってください。え、言い方。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションへ入る。お、いっぱい。ってことで、K 君、入る。早速。さあ、誰かとお友達になるかな？こんにちは。こんにちは。ももに友達になってほしいと言われたの。お、ももちゃん、いいじゃないか、いいじゃないか。いいじゃないか。いいんじゃない？では、ちょっと話をしてきます。ほいほい。富士急ハイランドやっけ？なんかあるよね。ええじゃないかっていう。ジェットコースター。いいなぁ、乗りたいなぁ。ねぇ、もういろんな絶叫マシーンに乗りまくりたいんやけど。お、来た来た。さあ、どうやろう。二人は気が合うかな。お、いいね、いいね。うまくいきました。めっちゃウッキウキやん。気が合いそうだったので、友達になりました。うん、よかったよ。お礼にこれもあげます。どれどれ。実用品、胃腸薬をもらいました。なんか胃腸薬久々な気がする。もう一人いらっしゃる。アリシちゃん、おぉ？アリシちゃんとセツナさん喧嘩してんだけど。入るよ。ああ、物が。物が。ちょっと、私が入るから。私が入るから、収まって。珍しく、うん、珍しいよ、アリシちゃん。喧嘩しましたっていうか、喧嘩してますよね。仲直りしてよ。ほらほら、こういう時のためのお風呂セット。はい。お風呂セット。ドラえもん風。いってらっしゃいまし。来た来た。後ろのさ、あの絵も定期的に変わったらいいのにね。ずっと富士山のまんまやけん。なんか銭湯といえば富士山っていうイメージ。さっぱりした。気分が落ち着きました。仲直りしてこよう。よし、行ってらっしゃい。てか、せつなさんはいつの間に帰ったんやろ。ねえ、私が来たとき、まだこの部屋で物を投げおったけど。さあ、せつなさん、プンプンしないの。おし、言った。どうよ。おお、よかった。ちょっとプンプン継続するかと思った。よかった、よかった。この音楽にこの動きいいよね。ありがとうございます。仲直りできました。よかった、よかった。お礼にこれもあげます。どれどれ。お、フライパン。実用品、フライパンをもらいました。ほい、じゃあ、キングがなんかめっちゃ呼び寄るけん。いきます。遊んでください。お、遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。ミー、モザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ、第1問。第1問、ててん。これは誰でしょう？あ、これはナミちゃんだ。シルエットより簡単よね、こっちの方が。イエーイ。次へ。第2問。ててん。これは誰でしょう？これは、ももちゃん。ほい。答えは、ももでした。イエーイ。次。最終問題。ててん。これは誰でしょう？これは、シーンくんだな。答えは、どうよ。はぁ、シッシーさんだった。マジっすか。へぇー。なんかもうちょっとちっちゃい感じに見えたんやけど、気のせいか。やっぱり同性の方がよくわかるんかな。また遊んでください。ほいほい。お宝ティッシュをもらいました。お、ゆかちゃんが今度は遊ぼうって言える。ゆかと遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。一人で絵合わせ。これは一緒に遊んでることになるんだろうか。私一人なんだけど。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。スタート。あ、そっか、私だけか。愛です。愛ちゃん。酢豚です。酢豚。
じゃあ次。シシーさん。お、すげえ。一発。はい、アイちゃん。ここは？天ぷら。鳥天食べたいな。鳥天食べたいな。天ぷら。あとしそ。しその天ぷらが食べたい、すごく。しそ、大葉か。大葉の天ぷら。何あれ、バナナ？見た目しか見てなかったけど。お、結構サクサクっていけたかな。なんか酢豚めっちゃ出てきたね。イェーイ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、大きいのを。お、お宝、埴輪をもらいました。埴輪。真ん中の熊のぬいぐるみよかったな。ここで、みゆちゃんに友達マーク出たぞ。入る。ほいほい。お久し、お久し。お、ユニポンちゃんに。いいんじゃないかな。うん、いいんじゃない？まあ、あれだな。趣味って言っても男女やけんね。やっぱ男の子の趣味と女の子の趣味って違う。世間話ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。ふんふん。お隣の誰々さんね、みたいな。このちょっと前にズイって出る感じすごい好きなんやけど。真ん中の仲介人がさ。なんかすごい健康に良さそうな部屋よね、みゆちゃんとこって。めっちゃマイナスイオン出てそうやん。話も弾みよるし。いいね、いいね。ここも絶対友達になるわ。よし。うまくいきました。よかった、よかった。ありがとうございます。友達になってか、みゆちゃん親友ケンくんなんやね。お礼にこれをあげます。ほいほい。お、実用品催眠術セットをもらいました。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速マンションに。今日もいろんなマークが出てるな。お、じゃあ、とりあえず、キング。キングじゃないか。入るよ。さーて、キングのお相手は？ちょっとだけ、そっとしておいてください。そっとはしておきません。話せ。実は私、大地もアユナも好きなんです。それはよろしくないよ。それは当然。ライチちゃん。どんな感じで告白したらいいですか？ライチちゃんに、プレゼントしよう、プレゼント。何もプレゼント。ほら、プレゼントしそうな服装やし。プレゼントは、お、すごい、ここでやっぱりお宝が使えるのね。前にコメント欄で教えてもらった。ここに来てやっと、さあどうする？これガラスの靴ってめっちゃキザいよね。でも感動はするかもしれんけど、でも相手のこと好きじゃなかったら怖いよね。スノードーム。どうやろう？やっぱりロマンチックな感じのがいいやろう？ということだから、スノードームプレゼントしよう。季節的にはあれなんだけどね。まあいいじゃん。雪の間を幻想的な景色を作り出す置物、クリスマスシーズンによく見かけます。季節外れ。あえて季節外れっていうところがキングらしいんじゃないのかね。あげる。告白する場所はどこがいいでしょうか？告白する場所は、じゃあ今回は、浜辺。なんとなく。いや、そのままの格好でいいと思う。きちっとした格好しとるし。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃいまし。さあ、どうだ。お、来た来た来た。どうなるのだろう。頑張れ、キング。スノードーム上げるから、付き合ってください。言い方。言い方。物で釣るってことですか？あげるから付き合ってください。それは違う。誰か来た。せつなさん。
先生、めっちゃ遠くから走ってきた。本当にあなたも好きなのは、俺です。おお、どうなる？いや、私の方が、あなたのことも好きに決まってます。ライチちゃん、どうするの？ちょっと待った。おーい、3人目。海から来るなよ。台湾さん。お、あれからちょっとずつ、いい感じになったってことかな。ねえ、前回、アスムが、いやいや、前にアスムが、台湾さんとライチちゃん、引き合わせてやろう。一応デートもして、その後ちょっと気になりだしたみたいなことを、言おったけど。お、よね、そこよね、やっぱり。ほらほらほら、おー、いいね。あ、なんかこういう流れが見えるのいいね。おー、これは、やっぱりアスムがキューピッドということになるんだろうか。まあ、素敵。え、めっちゃ応援するよ。するよ。いいね、いいね。まあ、キーフはちょっと残念だったけど。残念だったけど。残念な結果に終わりました。でもまあ、うん。私だってライチちゃんと台湾さん応援してたから。前にね、応援してたからお似合いって言っちゃってたし。釣られちゃいました。ね。落ち込むな。大丈夫だ。お腹はいっぱいやったね、今見たやつ。んじゃあ、とりあえず、とりあえず、どうするよ。最近旅行券結構溜まってきよるけ、まあ、結構溜まっとるって言っても3枚やけど。これで一気に回復してくださいまし。さあ、今回はどこへ行くかな。え、いいんですか？いいよいいよ、全然。では、楽しんできます。行ってらっしゃい。お、セザキングの旅行 in エジプト。まさかの外国行った。外国に行った。おー、ギザのピラミッド。はい、チーズ。はい、チーズ。目つぶってますけども。アブシンベル神殿です。アブシンベル神殿って何？初めて聞いたんだけど。あれは笑顔なのかな、目つぶってんじゃなくて。スフィンクスです。おー、スフィンクス。向こうの方にも観光客の人たちが。いいねいいね、写真保存するよ。あ、でもこれが笑顔ってことは、さっきまでのはやっぱり目つぶってたんじゃないの？違うの？ほい。お帰りなさい。たまにはね。よし、一気に回復。よかったよ、キング。でも私絶対一人で外国とか行けん。ね、日本語通じん場所に行くとか無理やもん。これにこれもあげます。なになに？お、実用品モビール。旅行のお礼がモビールか。入る。ミーニュース。お、ここにもクラ君。大変やね。いろんな仕事めっちゃ掛け持ちしとる。ほい。お、シーン消しゴムがブーム。シーン君人気者だ。すごいな。っていうかもうちょっと色。なんか手と同化しかけとるよ。シーン消し。筋肉マン消しゴムみたいやね。筋消し。なんかこういう感じの消しゴムってね、見た目はすごい可愛いんやけど、そうそうそう。見た目はすごい可愛いんやけど、全然文字消えんのよね。もうほんと、コレクション用って感じなんかな。小学生ぐらいの時って、あの、え、すげえ。マジで。あの、小学校低学年の時とかって結構、私、ハムスターの形の消しゴムとか、暇な人って言うなよ。ハムスターの形の消しゴムとか、いろいろ、そういうのを持っとったんやけど、で、まあ、それぐらいの年の子ってやっぱり普通に使うんよね。使うけど、消えないっていう。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションを入る。早速ハートマークが。最近毎回のようにねおるけん、ちょっといい感じやね。お、アリスちゃんじゃないか。入る。さあどうだ、誰だ。
どうしたの？相手は誰？お、マサオさん。いいよいいよ、手伝うよ。どんな感じで？ね、可愛く。女の子だから可愛く。告白する場所は、どう、あ、公園。公園で。その前に着替えた方がいいですかね。いや、今の格好で十分可愛いよ。このままで。では、勇気を出して告白してきます。ほい、行ってらっしゃい。私は見守る。祈ってるよ。お、来た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 。さあ、どうだ？せーの。この自分でせーのっていうの可愛いよね。私逆にこういう告白する勇気とか全然ないんやけど。こちらこそよろしくお願いします。おー、うまくいった。よかったー。あの告白でうまくいくっていうのがちょっとよくわからないけど。お、でもすごい幸せそう。うまくいきました。よかったよかった。お、レベルも上がったよ。そりゃレベルも上がるさ、恋人ができたんだ。さあ、それじゃあ道具は、テニスラケット、ノートパソコン、ヨガ入門書。ヨガとテニスラケットを見るとまあ結構、なんだ、自分磨きというか、健康的な体みたいな。じゃあバレエを始めていただこうか。バレエの華麗な動きを学びましょう。ほい。あげるよ。道具バレエ入門書をプレゼントしました。なになに？お、実用品扇風機をもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ、シッシーさん。入る。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。あれ、シッシーさん、角抜けた？遊ぼう。なんか前見たとき、角つけとったけど。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。これ前に、一回だけ奇跡的に、できたんやけど、どうだろう。何あれ？アンモナイト？ええー、あ、取れた！やった、一発で取れた、初めて。イエーイ。これこのままもらえる、タパ、タパ、タパ。噛むなよ、そこ。そのままもらえるパターンのやつよね。やったー。めっちゃお腹いっぱいやん、シッシーさん。さっき何か食べたね。お宝、アンモナイトの化石をもらいました。やった。めっちゃお宝やん。よし、じゃあちょっとミーニュース行こう。ほいほい。ステーキモドキーワ。どんな岩？めっちゃ気になるんだけど。ステーキに似た奇岩。なんだなんだなんだ。てか皿に乗ってるし。え、ゆかちゃんそうだったの？あ、ここが、え、ここがアユナ島のパワースポット。わー、ちゃんとパワー与えられてる。みんな騒然としてるじゃないの。ありがとう。へえ、アユナ島にはそんな場所があったのか。あ、誰かハートついた。ネムちゃん？え、どうしたの？え、怖いんですけど。何があった、ネムちゃん？なになになに？喧嘩？おー。うん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 。いいじゃん、いいじゃん。いいね。うん。子供、いいと思うよ。何のお礼やろ。話を聞いてあげたお礼かな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに入る。今回も結構、二人か。友達になりたい方々が。二人揃って化粧しよる。いいね、いいね。二人で出かけるんかな。びっくりした。二組あるけん、ちょっと喧嘩かなとまた思ってしまった。どうもです。あ、そのままの格好で普通にアップになるんや。化粧したまんまの。アズヌと一緒
に旅行に行きたいです。おお、旅行に、いいねいいね。あ、そういう感じ、そういう感じで渡すんや、旅行券。よかった、持っとって。どこにでも行ける旅行券。じゃあ二人で行ってらっしゃいまし。え、いいんですか？いいよいいよ。てか行きたいですって言ったじゃないか、ユニポンちゃんが。ユニポンとアスモの旅行 in グアム。グアム、いいな。洞窟の入り口です。洞窟の入り口。はい、特に何の洞窟とかいうわけじゃないんか。その辺にある洞窟。そういえば、遊ぶ前に自分だけ目をつぶってしまうんですって言ったよね。ほい。本当に目つぶって。あの話ってちゃんと生かされとんやね。おー。はい、ほい。今度はユニポンちゃんが。全部写真は保存しておく。いいね、こういうのもあるんや。グアムやって、グアム。行き先は結構ランダムな感じかな。何種類あるんやろ。楽しかった。よかったよかった。お。お宝、防除棒人形をもらいました。これさ、なんか一時期流行ったことない？結構昔やけど。結構昔やけど、流行ったよね、あれ。なんかみんな結構持っとったよ。私は持ってなかったけどね。てか、可愛いと思わなかったから、いらなかったけど。ユニポンちゃんは、どうしましょう。フラダンス。フラダンスとかも活かされたかな。まあ、あれはハワイか。ハワイか。じゃあ、ヨガでも、あげる。ほい。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。じゃあ次、なっちゃん。入る。ん？なんだって？こんにちは。あ、来たぞ、くしゃみ。久々のくしゃみ。ね、結構久々やね。さあ、スタートー。めっちゃ電話の線が揺れよる。あ、あの電話ってあれ？なんかなんていうの、ダイヤル式のやつ？私、正直ね、なんかダイヤル式のやつ、あんまりかけ方がよくわからんくってさ。え、さすがに今はわかるんやけど。ああ、収まった。収まった。よそ見をしているから。さすがに今はね、ダイヤル式の電話もかけ方はわかるんやけど、なんかちょっと、あの電話使うのウキウキせん？おし、ちょっと、まあ、だいぶ住民の人が増えてきたので、集合写真を撮ろうかなと。入る。さあ、どうしますか。どうしますか？写真を撮る。撮りたい写真は、住人全員、強制参加で、決定。背景は、すごいごちゃごちゃおるね。ごちゃごちゃおる。シンプル。どれがいい？ピンク。いや、ブルーがいいね。これがなんか爽やかな感じ。じゃあ撮影。表情を変える。にっこり。みんなが表情を変えています。しばらくお待ちください。一斉に変われよ。お、いい、いい。じゃあ、はい、チーズ。写真を保存しました。よし。いい感じだね。あ、誰かおるんや。誰？お、あきちゃん。いいね、トレーニング。なんか、みんなさ、結構体を動かすの好きそうやね。なんか何人も、一緒に運動しよったりとかするやん。人と一緒やったらはかどるんかな。入る。私一人でとか絶対それ気にならんもん。はいはい、お願いします。お、マイカーブーム。すごいな。みんな車持っとん？おー、さきちゃん。かっこいい。かっこいいな。黒影さんは何をしてるの？何をしてるの？
人生って面白い。これだから人生って面白い。そんなことしてる場合じゃないですね。はい。男の人とか特にね、マイカーとか欲しいんじゃないんかな。まあ私は車の免許は持っていないけどな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだ、え、いきなりなんか電話かかってきたんだけど。実は私が赤ちゃんになりました。あ、すごい。てか管理人に電話かけてくるんや。どっちだったら嬉しいですか。この質問でもしかして変わるんかな。女の子。女の子でした。おー、すげー。顔はイメージ通りでしたか。いや、顔は全然イメージできてなかったけど。わからん。ちょっと違う。ちょっと違うとかしていいんかな。いや、別に生まれてきたままでよろしいよ。どんな子に育ってほしいか。自然に任せるでいいじゃん。二人で名前も考えたのですが。ふんふんふん。マッチドレムと、夫のクロカからとって、そういうの多いよね。クロム。クロムちゃん。え、なんか可愛くない？うん、いいと思う。クロムも大切に育てます。ふんふんふん。あ、なんかいい感じに名前合わさったね。見守るよ、もちろん。黒影とネムの間にクロムが生まれました。いいね、すごい。お、ニュース速報。もしかして今の？早速？ニュース速報です。ほいほい。写真館で子供写真が撮れます。へぇー。ご両親とお子さんの3人での写真や、お子さん1人での写真撮影ができます。よくあるスタジオアリスとかそういう感じやね。ああいうとこなんかめっちゃいろんなもの揃っとるよね。なんかドレスとかさ、コスプレものいろいろ揃っとるし、シチュエーションとかも。そして今回また新しい住人の人が増えてくださるので、また QR コードを読み取っていきたいと思います。ということで読み取る。ほい、あやかちゃん。ノリ系、第一印象気さく、特徴直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ワイワイ型、何でも楽しみたいタイプ、知らない人ともすぐに仲良くなる、大変なことでも楽しみに変えられる人。知らない人ともすぐに仲良くなれるんやったら、きっと今おるメンバーたちとも仲良くなれるはずだ。お、なんだなんだ、ニュース速報が。忙しいな。ほいほい。お、祝人口30人。あやかちゃん30人目やったんやね。おー、いいね、いいね。ね、だいぶ増えたね。30人やって30人。あれ、なんかこう見たらさ、キングがミーニュース読み寄るのって珍しくない？なんかあんま見たことない気がする。お、なんだ。忙しいって今日なんか。はいはい、どうしました？何事今度は。おー。ほうほう。それはどうすればいいんだろう。クロムの子守を引き受けますか？何それ。はい、引き受けよう。本体を上下に揺らしてみよう。赤ちゃんの喜ぶリズムとは一体。あ、今ちょっと一瞬キラーンってなった。あ、ほら、キラーン。あ、泣き止んだ、泣き止んだ。こんな振動でよく泣き止むな。ねえ、絶対よ、もっと泣くって。お、ピッカピカ、キラーンってなってん。よかった、よかった。そろそろミルクの時間ですね。お、ミルクの時間。クロムの機嫌も随分良くなりました。うんうん、よかったよかった。アユナのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。なになに。受注品ブランコをもらいました。お、ありがとう。くれるものは変わらないんだな。ほい、じゃあシッシーさん入るよ。お、はようです。おはようです。太陽がさんさんと輝いているね。黒影と友達になりたいです。お、黒影さん、いいじゃん、いいじゃん。今ね、ちょうど子供ができてね、わたわたしてるけど。ほんとね、どんな話？世間話かな。
世間話で。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、行ってらっしゃいまし。あれ？てか、こっちの部屋に戻ってきとったんや。ついさっきまで家でそろそろミルクの時間って言ったはずやけど。さあ、気が合うかな？てか、黒影さん一体何の実験してるの？なんか人型ロボットみたいな感じのさ、やつが画面に映っとんやけど。お、お互いに笑いながら話しよるけん、お、やっぱり大丈夫やね。うまくいきました。よかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ。どんどん話してあげて。じゃあ道具。シッシーさんはサッカーボール、バレエ。なぜバレエだ？自分があげたけど。じゃあテニスラケットで。あげる。ほい、めっちゃルンルンやん。テニスラケットをプレゼントしました。まあそっか、友達増えた日はルンルンになるよね。なになに？お、実用品フライパンをもらいました。ありがとう。で、今回新しいミニュース。そういえば、ミニュース何個も見たけんさ。もう見たつもりでおったけど、今回速報ばっかりやったんよね。8時になりました。ミニュースをお伝えします。ほい、お願いします。本日、トンビがメロンを。メロンを食べていたところ、飛んできたトンビにメロンをさらわれてしまいました。それはなんかユマピーちゃんも危険だったんじゃないの？これで3回目。え、すごい。それはそれで、もう慣れちゃってんじゃないか。そっちにびっくりなんだけど。聞いてあげて。ね、大変なんだよ。人生で3回もトンビにメロンをさらわれるなんてことがある？ほい、ということで、今回も嬉しい報告が続々と。ということで、この辺で一旦終わりたいと思います。何があった？最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。